はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日僕久々の群馬に来ております。というのもですね、今日訪れるお店はゾウくんとかね、多分僕が動画上げる頃にはマックスさんなんかも公開してると思うので、大食いね見てる方は最近動画見ましたって方も多いと思うんですけども、マサボウさんというお寿司屋さんですねに来ております。でこちらですね、店主さんがもうとてつもなく豪快な方で、さっきねちょろっとお店に出てきていただいてお話ししたんですけど、盛るのが楽しいと、そんなこともおっしゃっておりました。超ね豪快な店員さんが作る海鮮丼が有名ということで、こんな感じですよ。これでね1980円と、もうその他にもやばいね、もうデカ盛りらしいメニューが多数で、このあたりですね、デカ盛りだけではなく、これチャレンジメニューももちろんございまして、とんでもない量のチャレンジがございますが、本日はですね1回目の来店ということで、チャレンジメニューではなく、まずはねその名物であるとんでもないデカ盛りの海鮮丼を食べていこうかなと思っております。でもちろんね海鮮丼だけではなく、せっかくなので大将のね握りなんかもいただきながら、美味しくね楽しく食べていこうと思います。はい、ということでですね、ただいまマサボウさんの店内に入っております。せっかくなのでね、カウンター席で大将とお話をしながら撮影していこうと思います。先生、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちなみに、はい、よく通常のランチとかに出るメニューって何がおすすめだったりしますかね。今は大量丼が多いですよ。いや大量丼めちゃくちゃでかいですよね。でかいです。じゃあせっかくなので大量丼お願いしていいですか。いいですか。はい、お願いします。はい、じゃあいきます。大量丼ください。こうやってカウンターに座らせていただけると、やっぱちょっとテンション上がりますね、こっちも。これが丼ですか。これ丼ぶりの方ですね。今これが、そう、これでどん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 回っていきますけど。普段の大量丼何種類ぐらい乗るんですか。日にもよると思うんですけど、20から21は最低で乗っかってます。丼にがっつり握りが入ってますね。うわ、うまそう。うまそう。これたまんないですね。ありがとうございます。でかでもいいし、でかそんなでもないんですよね。そんなでもない。いや、めちゃくちゃでかいですよ。まだ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 。いや大将すみません、早速いただかせていただきます。はい、ありがとうございます。いただきます。うまそう。わさび醤油ね、いかしていただきますね。うわうわ、贅沢だなこれ。もうね、このネタ一個一個がね、しっかり分厚いですわ。うわこれでもちょっとどっから取れていいか分からないんだけど、ちょっとこんな感じでいかしていただきます。あー、うまっ、うわ、贅沢。大将、はい、うまいです。ありがとうございます。田舎なんで。いやいやいや、あー、またあんこも美味しい。うまい。これにウニとか大トロとか乗っかりますからね。上だとネタがどんどんまた。そうそう。あ、そっち進めよかったんですね。いやいやいや、もう全然全然。うわ、大トロ。これが乗っかってきます。すげえ。え、これ乗っかって2750円なの。そうです。いや、ちょっと考えられないですね。だけどやっぱりね、頑張らないと。うん、今大将とお会いしてまだ30分ぐらいですけど、はい、なんかトシちゃんの匂いを感じますね。一気に言われます。今後何回か来させていただくと、本当になんか実家の感じになりそうですね。もう泊まってってるんですよ。だって楽しいもん。やっぱ作ってても楽しい。楽しい。もっとやりてーと思う心が。大丈夫、もう絶対トシちゃんの人だ。僕らも本当にお世話になってるので、こういうお店に来れると幸せですね。本当ですか。はい、どうですか、唐揚げとかいらないですか今日は。じゃあ唐揚げも追加でお願いしてもいいですか。はい、やってきますね。ありがとうございます。いやもう大将本当に元気がいいよ。本当に僕がイメージしてるような板前さんだね。うまっ。こんだけさ具材が乗ってるのに波ってどういうこと。上はさらに値段が良くなるらしいからね。でそれでこの価格は考えらんないわ。うん、うま
そしたら先ほどねちょっと大将から茎わさびもいただいたので、これをねちょっと丼にかけたいと思います。すりも美味しいけど、これ刻みなんかはね香りが段違いですから、絶対うまいわこれ。来てよかった。川崎に住んでるんでね、ここまで約2時間半ぐらいかかりますけど、来る価値がある。美味しい。大食い系の方はチャレンジメニューとかね、このマサボーさんでもやられてますけど、こうやってね美味しいメニューをね通常ゆっくりいただくのも幸せでございますね。てかもう海鮮丼って1キロ十分デカ盛りだよね。普通の人からしたらもうチャレンジメニューの量よ。これねちょっと最後せっかくなんで、これ温玉ついてますんで、こちらのね丼の方に温玉を、うわ醤油かけての、締めはこのね温玉海鮮丼で、うわ絶対うまいわ。もう最後さ、ここにパラパラだからかき込んじゃっていい？ここにね、特製のジャンソースもパパッと、うまっ。もうこれもう一気に海鮮ユッケだ、幸せうまい。おわ、来た。これ1人前ね。1人前？これ1人前12、3個が普通に1人前748円ですって。748円、え、これが、はい、間違ってますあの計算が間違ってるんじゃないですかね。全部なんか間違ってますね多分ね何個入ってるんですか。これ12、3個入ってる。12、3個大きさとかそういうによって12個は最低です。12から13です。うわ、まあ食べてからだな、まずは。そうですね、値段だから。そうですね、はい、だから多分値段はね文福さんに負けてないと思う。値段的に安いと思う。あ、うまっ。本当ですか。調子に乗るとどんどん出していきますよ。怖いな定食は、さっき810円って言いましたね、はい、それにご飯が600までは無料で付けられるんですよ。600g。 そうだから結構山盛りになりますよ。それとおしんこと小鉢とかそういうのついて810円ですね。消費税込みで。のどぐろ、のどぐろとか中トロもそうだし、1貫230円、はい、税込みです。大トロウニでも330円ですもんね、1貫、はい、アワビまで。なんか全体的にすごいヤバいですね。そんなことないですよ、いろんな、いい意味で、はい、いやじゃあちょっと最後いただきます、これ。そうそう、うまい。じゃあそしてちょっと大将、 せっかくなんで、じゃあまた、はい、そしたら握りとかお願いしたりしてもいいですか。はい、もうおすすめの握りをお願いしてもいいですかね。 ありがとうございます、はい、豪快でも手元はものすごく繊細ですねうわ、これがヤリイカです。あー、ヤリイカいいですね、はい、ちょうど昨日もう新潟からどんどん送られてくるんで。鮮度がいいな、色がいい。今日の撮影なんかすごく幸せです。本当ですか。はいじゃあもっと笑顔にしないとね本当うまいわ。こう値段とか量だけじゃなくて味もしっかりいい。もう今さ、あの大きい大量丼食べた後なんだけど、でもねこれ握りで用意してある皿がね、その後に出す量ではない。うまそう、ね、これは宮崎のサバ、はい、うまそう。うわー、これうまそう。サバからちょっといただきます。あ、おいしい
ああ、締めもあさってちゃんと柔らかくてうまい。割り図でやるからそこまで締まんないですよ、うん、あの傷でやっちゃうと締まりすぎていっちゃうんですよ、うん、どん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 時間とともに。うん、貝もまた食感がコリコリ美味しい。うわうわうまそう。ちょっと次ホッキ貝とで、こっちがそれ大トロ。大トロ、うわー、まあ、どちらもうまそうだこれ。ちょっとこれはこれだ、良くないですね。はー、ずるいなこれは。これどうですか、牡蠣ちっちゃく握ってるし、空気入れてるしな。牡蠣おいしい。ちょっとお寿司食ってない大食いの子たちはもったいないですね。これは食べないと。お寿司どうですかっていうのを。僕もちゃんとあの表でオープニング撮った時にお寿司屋さんってご紹介しました、ちゃんと。それもありますね。おいしいな、全部おいしい。まだね、そんなもんですからね。うわ、食っちゃっていいですか。ちょっと皆さんこれですよ、炙りのどぐろにこれヤリイカと、のどぐろそのまんまいただこうかな。そのまま食べちゃうんですよね。脂が甘い。脂が甘いですよ。いいのが一番です。うーん、おいしい。ヤリイカ甘い。甘いですか。うーん、甘い。これが、はい、味ですね。味ですね。中に薬味が入ってるんで、はい、上から醤油かけてます。うわー、うーん、ほんとにニンニク入ってるんですね。はい、うまっ。単純にこれは漬けです。うん、漬け。ちょっとこの漬けでございますね。漬けてあるからこのねっとりとした食感が美味しいですね。はい、すじこ。これが縁側巻きです。うわ。ちょっと骨休めで。うまっす。味変させとかないとね、あれの強烈なニンニクの後が。うん。このすじこのプチプチと大葉の香りといいですね。はい、塩気がいいでしょう。うん。うまっ。でもちょっと今ドキドキしてるんですけど、今日ゴールあります？出すよな、いつも。またこの縁側もうまいですね。水っぽさ全然ないですね。油がしっかり乗ってて。じゃあもっとペースを上げていかなくちゃいけないってことか。うまっ。なあ、これがアナゴです。うわー、アナゴ大好きです。ちょっとアナゴいただきます。うわ。ゴールなんてどこにあるのか。うまっ。じゃあここでこれアワビじゃないでしょうか。うまそう。あー、食感が美味しいですね。やっぱりそう、体にものすごくいいやつです。ものすごくあの痛風に効くやつですね。そうです、お薬です。痛風のお薬だと思ってください。痛風が発作するお薬ですね、これは。うわー、白子。ちょっとこちらですね、いただきます。はい。うまっ。発作起きてからずっと我慢したものなんで、たまんなくうまいですね。うまいなこれ。うん、ね、体に悪いそれは。とろけるな。ネギトロです。おー、ネギ、すっごい量。これ、量すごいですね。量、半端じゃないなこれ。だって、その分、取ればいいんだから。あと食いたいものあります？もう一回とか。あと、のどぐろとヤリイカいただいていいですか。あとで、まだ締めまだ俺考えてますからダメでしょ。あ、締まって、まあそれで締めじゃない。違いますよ、締めはちゃんと考えてます。注文したネタが今一貫食っちゃったんですけど、6貫全部出てきますね。いいっすね、めちゃくちゃ文福さんの感じしますね。
あのやばい店の匂いがしますね。なるほど、普通のではないんですね。納豆には卵入るんですよ。どういうことだ。あ、納豆の味がする巻物ってことですね。納豆巻きです。納豆巻きですね、これ。納豆巻きです。締めですよ。いいです。締めですね、これ。いい。いきますよ。はい。はい。お待ちします。さあどうぞ。すげえ。納豆巻き。なるほど。ちょっとこれ締めですね。いただきます。とりあえず持ってからにしような。このしそ納豆にこのごまの風味って合うんですね。おいしい。口の中で海鮮丼な感じですね。動画見た方が勘違いしないように聞きたいんですけど、はい、納豆巻き細巻きってこれではないですよね。裏巻きです。これは納豆の裏巻きって言います。納豆の裏巻き、はい、それでじゃあ普通にも注文できる。いきますよ。うん、うん、あ、姫にいいかも。これお土産で。はい、お土産です。ありがとうございます、はい、でっかいな。じゃあということでですね、十分今回の動画でこのマサボーさんの魅力はですね伝わったかなと思います。ぜひですねこちら群馬に来た際にはですね、こちらの美味しいお寿司やとんでもないデカ盛りの海鮮のね、皆さんも食べてみてください。ちなみにですね、繰り返しになりますけれども、本日僕がいただいた大量丼かに関しては波の大盛りを注文したんですけど、上になってくるとさらにねネタが増えてくるらしいので、そちらはね皆様の目でお試しください。ということで本日申し訳ございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですねサブチャンネルでも最近では活動を行っておりますので、そちらの方は概要欄からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ということで本日もご視聴ありがとうございました。こちらのお店の店員さん、やばさ伝わったでしょうか。本当にね、普通のお客様でも盛らなきゃ気が済まない、楽しんでもらわなきゃ、お腹いっぱいになってもらわなきゃ気が済まないという、もうねすごくもう心のねもう人情がもうぐっと詰まったね素晴らしい店員さんでございました。いやちょっとね、他の大食いの方なんかはチャレンジメニューをね優先的に行っていたりはするので、まずはじめとしてね僕の方はチャレンジ以外のものを紹介させていただきましたが、今後はですねチャレンジメニューの方にまた挑戦しに行って動画にしたいと思いますので、ぜひねそちらお待ちいただければと思います。そしたらこの辺りで本日の米編コーナー一つ目の質問参りたいと思います。本日のコメントは前回投稿させていただきました和菓子屋さんの動画から。やっぱりですね、僕甘いもの食べるときはこのしょっぱいもの、特にカップラーメン食べるみたいなイメージついちゃってますよね。いやー自分でもそれは理解しております。ただですね、前回いただきました清純庵さんの和菓子なんですけれども、もうしっかりと作り込まれた本当に美味しい和菓子でしたので、なんかねこう上品さも相まって、この塩分を食べなくても最後まで美味しく食べられたかなと思います。ちょっとね気になる方はぜひ清純庵さんの和菓子買ってみてください。そしたら本日2つ目のコメント、これねみたらし団子についてのコメントなんですけれども、確かにですね、僕実物見た時に一個一個の団子がねちょっとでかすぎてねビビりました。あのねみたらし団子につきましては店頭というよりかは催事で販売するようなお団子らしいので、皆様のねお近くに清純庵さんの催事が開催された際にはですね、あのみたらし団子を買えると思いますので、ちょっとね気になった方はぜひ買ってみてください。正直ですね、人生で出会ったみたらし団子の中でもうダントツで一番でかいお団子でございました。そしたら本日最後ですね、お店紹介のコメントから返信させていただきたいと思います。店名の方がですね、おそらく殿田食堂さんかな、もしね間違ってたらすいません。いろいろねネットで調べたんだけど振り仮名が出てきませんでした。でお店さんをねすぐ調べたところ、こちらちょっと皆さん見てください。うまそうすぎない？やばいよね、これ。もう見た目からもノックアウトされましたね。で、ちょっとね、いろいろと調べたところ、柴崎コウさんとかもなんかおすすめをされてたみたいな記事も載ってまして、普段からですね、行列ができるようなかなり人気店で、しかも1963年創業ということで、かなりね、老舗の定食屋さんみたいでして、ちょっとね、次京都行った時はこれ食べたいね。撮影で、
行きたいけど撮影ができなかったとしても普通にご飯食べに行きたい。もうそれぐらいね、この画像でノックアウトされましたので、ぜひね皆様も気になった方は京都行った際にはね、こちらのお店さんでなんかね、油揚げを卵とじしたような丼だったりとか、まあ、あんかけのねおうどんなんかいろいろとあるみたいなので行ってみてください。ということで本日の動画もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。